うもバイスです。サーバント強化クエスト5周年特別編は5日目に突入。ついに、明日は、最終日と5周年公式生放送、待ってたぜ、この時をよ。それでは、今回も、サーバントの強化内容を一緒に見ていきましょう。今回強化をもらったのは、星4工場キャスター、ギルガメッシュ、キャスターと、星5、限定セイバー、宮本武蔵です。どちらも、宝具強化、これは、大期待。それでは、まず、武蔵ちゃんの強化から見てみましょう。強化前です。ナム、天満台自在天神。剣気にて、その奇勢を断つ。この世、我が栄養、我が生涯、イシャナ大天将。強化後です。ナム、天満台自在天神。仁王クリから昇天章。行くぞ剣豪バット、イシャナ大天章。威力が大幅アップ。宝具レベル2なので、強化前の宝具レベル5相当の倍率で殴れるのと、なんと今回はエフェクトの宝具レベル 20% アップも 30% アップへ強化されてます。威力に直結する強化なので、これだけでもかなり恵まれた強化なのですが、なんと今回さらにアルターエゴ&ムーンキャンサー特攻までもらってますね。やばばばば。倍率は 150% で、特に弱点の少ない対アルターエゴでは大活躍しそうな予感。唐突にひらめいた五輪の神髄、お見せしましょう。任せて。ナム、天満台自在天神。剣気にてその奇勢を断つ。この世、我が栄養、我が生涯、イシャナ大天将。スキル構成も無敵貫通、弱体解除、バスター性能アップの絶対宝具でぶった切るモードと、ユニークスキル第5勢でアーツのヒット数を上げて宝具のおかわりもプレゼントできる構成なので、対アルターエゴでの今後の活躍にも期待ですね。ロストなんてなかった。ところで武蔵ちゃん、まだスキル強化来てないんじゃが、こんなに強くなっていいの？というか、お、続いてギルガメッシュキャスターの宝具強化です。こちらも強化前から見てみましょう。強化前です。矢を構えよ、俺が許す。至高の財を持ってウルクの守りを見せるがいい。大地を濡らすは我が決意。メラム・ディンギル。強化後です。矢を構えよ、俺が許す。至高の財を持ってウルクの守りを見せるがいい。大地を濡らすは我が決意。メラム・ディンギル。宝具の威力アップと新たなエフェクトとしてクリティカル威力アップをもらってますね。こちらの倍率は 30% らしく、持続時間は3ターン継続します。キャスギルの特性上、宝具後はスターをたくさん生産できるので、なかなか噛み合った強化なのではないでしょうか。あとはキャスギルも武蔵ちゃんと同じくスキル強化が来ていないサーバントなので、こっちがどう変化していくかが大事ですね。スキルはサポート向けで優秀ですが、同じく優秀なサブサポーターの乱領王に最近は役割を奪われてる疑惑がありますからね。多分乱領王が NP サポート系を持ってるので、威力とかを成長させていく疑惑があるんですが、どうなるかな。アーツ込みで60ゼイになるのか、それとも強めの70ゼイで差別化してくるのか。カードの特性的にワンチャン80ゼイでもいいんだけどな。とりあえず宝具は噛み合った強化をもらってるので、
この後起こるであろうスキル強化も見守っていきたいです。というわけで今回はこんな感じでした。明日はついに最終日、公式生放送は15時15分より事前放送、15時30分には本放送が始まりますのでお見逃しなく。配信ページもかつてないくらい用意されてますね。不安がある方は概要欄に特設ページへの URL を貼ってありますので、そちらで確認してみてください。待ちに待った5周年公式生放送、マスターみんなで楽しんでいきましょう。それではもしこの動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。次回の実況動画でお会いしましょう。バイスチャンネルでした。またね。